谷翔平さんの投信、やはり何かがおかしいわらわら。なんでこんな顔小さいんや、バグっとるやん。一平でけえ。いつも誰よりも背が高いのに誰よりも顔が小さいねん。身長高いやつって大体顔もでかいのにな。奇跡だよこれ。リアルキャプテン翼定期。一平もでかいんだな。フリードマン小人やん。大谷と白人に囲まれて一平が顔でかに見える。一平も186あるからな。白人より小顔やな。これ見て日本人でも MLB でパワーで勝負できるとはやっぱ思えんな。結局大谷が突然変異なだけやろ。リアル急投身やな。散々書かれてるだろうが一平こんなにでかいのか。キャプテン翼の投身は間違ってなかった。やっぱ睡眠が大事なんやな。大谷がおかしいだけで一平もスタイル普通に良い。ここまで来るともうスタイル悪いだろ。一平が英語喋っててびっくりしたわ。しかもめっちゃ流暢やん。むしろ英語喋れない通訳の方がびっくりだわ。日本人なんて大体6頭身か7頭身くらいのやつが大半なのにな。ごついからそう見えるだけや。佐々木や藤浪は相応の体格だから違和感ないし、ダルビッシュは人並みに顔でかいから安心感ある。一平がジャパニーズサイズのヘッドだろ。八村と並んだ時大谷が貧体に見えたのを思い出す。キャプテン翼って実はデッサン取れていたんやな。一平も身長186センチあるからな。大谷と並んだ時にホビットに見えないってのも大谷の通訳として大事な要素だよな。